麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の楠原優です。本日は第17期プロクイーンベスト8 B 卓の模様をお届けいたします。解説は藤崎聡が務めます。藤崎プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日の選手紹介をしてまいりましょう。まずはちーちゃから、ベスト16より参戦、現女流王家中田かな。続いてなんちゃ、一次予選より勝ち上がり、日本プロ麻雀連盟、西条凛。続いてシャーチャ、一次予選より勝ち上がり、日本プロ麻雀協会、凛の直。最後にベーチャ、二次予選より勝ち上がり、麻雀連合、草場智子。以上の4名での対局となります。藤崎プロ、本日の見どころをお願いいたします。そうですね、中田さんと草場さんがちょっと格上になるんですか。はい、プロ歴もタイトル歴もと、はい、でこちらのお二人がどちらかというとやっぱり攻撃的な麻雀を打たれて、はい、挑戦する若手二人ですか、はい、お二人がどちらかというと守備的な麻雀という感じですので、はい、さあどうなるかっていう感じですね。はい、はい、そのあたり注目して見てまいりたいと思います、はい、ありがとうございます。それでは対局の準備ができたようです。第17期プロクイーンベスト8 B 卓1回戦投牌の開始です。立ち会人今野慎太郎の合図により対局が開始となりました。並びはちーちゃから中田、なんちゃに西条、シャーちゃに凛の、そしてペーちゃに草場の並びで1回戦がスタートとなりました。まずは各社の牌牌見てまいりましょうか。ドラは9万、こちらは親の中田の牌牌はマンズが大きい形ですが、はい、嬉しくないパーマねどれ用事牌暗号にしてどうするのとそうですね、下の3色何度も見える形ですか、はい、第1打は嘘から、なんちゃの西条はマンズが多い形ですが、まだまだどうなるかわからない、はい、こちらはリンのドラの9は1枚ですが、パー1が4枚、うん、私たちから見えているというところで、そうですね、はい、そのドラをどのように料理していくかも見ていきたいところですか、はい、まあ、形的にはできているのは親の中田なんですか、はい、なおルールは一発裏ドラありの WRC ルール、システムは半チャン4回戦を行い、上位2名が決勝に進出となります。そうですね、はい、もう勝つと決勝ですから、はい、皆さんね、一番負けられないところですからね。そうですね、はい、これで2万もあんこになって、まあまあ一発裏取るありなんでね、はい、十分嬉しいですか、親番ですからね、はい、はい、3色は消えたもののと、公式ルールだと意外とね、いやいや3万が良かったなというところですけどね、はい、薄い方引いちゃったなと、まあ、ただ2面2面のいいシャンテになってね、あれだけリャンオパーもがっちりガードできてれば、はい、かなり優位でしょう、やっぱりね、タチャの上がりに対しても、はい、さあここでリャンソーが重なったベスト16では数アンコの上がりもしている中田ですね、やり返しましたからね、はい、役満には役満をと、ね、いう面白いベスト 16A 卓でした、ね、そこから勝ち上がった渋谷さんとかたまんない展開になってましたね、えみたいな1回戦の間に2回も数アンコが出るという、はい、かなり大きい展開、しかも渋谷さんはどっちも1万6000点払ってましたから、ね、親かぶり2回はちょっときついですよね、はい、さあそして各社手が育ってきたリンのはソーズが伸びてきた、ドラの9番も1枚ありますが、はい、白髪も手のうちに1枚、うん、どうしますかね、ドラの9万のも手放してもいいんですけど、はい、ただ親の中田さんがもう打ってるんで、まあ、持っていやすいのは持っていやすいですよね、はい、親の攻めが来た時も現物としては使える、うん、さあ E1 を重ねて、こちらも縦に伸びてきたか、西条は形を決めて両面ではなく統一を残した、はい、もうまたスワンコみたいですね、はい、こちらの草場も何やら牌が縦に寄ってきてるが、はい、ここは統一形に形を決めました。さあこの一発裏ドラのある4回戦の2名勝ち上がり、はい、はい、どのようなところがポイントになってきますか。わかりませんまあどうなんでしょうね、ただやっぱりうわうわ、ここは天敗取って闇天、はい、力もありますけどね、ただ数アンコを逃すとあまりに痛いので、はい、リャンソーを引けば数アンコ短期、リャンピン3ピンでもつもり3アン
スーあんこの形。草場さんがあんこの3品売ってますからね、はい、まあ、普通に考えて絶点ですよね多分。そうですね、2品場に1枚切れということで重ねる可能性も十分ある。2層もありますか、はい、ただ1品はあんまり強いよね多分、はい。ここでリーチに踏み切った白をつもぎりして、うん、親の中田の先生リーチはイースピン、うん、これはスワンコに手が合わっちゃうと逆に上がりづらいので、はい、じゃあこのまま親マンでっていうね、はい、折り合いつけましょうと、闇点から打点を上げる選択と、はい、まあ、私は格上ですからね、まだスワンコまでは必要ないですよと。そんな声が聞こえました、うん、まあ、4000オールあれば私は十分ですとこの局面はね、はい、っていうことですよね。そんな親の中田イースーピンリーチは3アンコ確定、うん、なんでこれでねやっぱりリーチできる人っていうのはやっぱり自信にあふれてますよね、はい、うん、スワンコを逃す可能性あるのは当然ね、リーチしてる本人も分かってるわけですから、はい、先に2層や2ピンを引いてしまうと、うん、ショックもありますが、ただね E ピンの出上がりで4800はちょっとやってないなって気は確かあららららら、先に引きましたがこれも覚悟の上と、こっちは覚悟してないかな、2品、はい、3品引きは覚悟してたと思うんですけどね、はい、2層引きは聞いてないかもしれないね。まさかの数あんこの短期に先に天杯への手代わりはあったが、はい、草場さんも3品打ってないと数あんこいちゃんってなったんだね。ああそうですね、うわ数あんこいちゃんってなってませんか、ここも当たりも西条の手もすごいことになってきた中田の上がり合いの数品あんこにしましたからね。うわ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 、これは2品短期で上がっていたか、これは2品短期上がってましたね間違いなく、はい、3品1枚切れ2品か1枚切れという馬強でした。まあ手拍子で3品切りますから、はい、そうするとパーピンがね振り点なんで変えられないので、ひとまずの2品短期そのまま続行での、うわ1品重ねてチートイドラドライちゃんとか、はい、みんな縦系ですか。そうですね、これかなり珍しい状況と言えるでしょうか。わわわわわ、さらに2品とウーアンコ、ウーアンコまで伸びていた親の中田、現状はリーチをかけて一数ピン待ちの3アンコ、さあここにもアンコができましたが、チートイツドラドラのイーシャンテン、これちょっと数えてみますよ、4人合わせて何個アンコできてますかね4人合わせて何アンコか、まず中田に3アンコですよね、で中田さん、はい、ウーアンコできてますよね。そうですね、で西条には2アンコ、はい、そしてリンナは先ほどパーソーつもぎりでしたが、もしそれがあれば1アンコ、そして草場3品とロース9アンコですか4人合わせて9アンコと、でみんなでこう縦系縦系で重なって、うわでさらにアンコ、あそうですね、イーシャンテンとなった、こちらはイースーチーワンをブロック、中田はリャンパーマンをブロックと、はい、なのでみんなして縦に重なってトイチになってアンコになっていくんで、はい、両面待ちが全く引けないという場になってしまいましたが、いやこれ痛いね、でもね、はい、まあまあまあ、ただね、これの可能性も十分あるのは分かってのリーチなので、はい、いやただね、あと1枚の仕留めておきたいね、これさあ一数ピン待ち中田のリーチ、つま上がりはない、はい、これだって手開けるとみんな捨て牌見ますからねリーチマンのね、そうですね、2層と2ピン2ピンはみんな見ますよね、おーとなりますよね。さあこちらは西条、こちらも3アンコはできているが、引いてきたのはイーソー、うん、これもつもぎってゆく、はい、中田さんもね、あれ単位を確定してればリーチしないで済んだんでしょうけどね、はい、9600点ならばと、そうですね、はい、まあ、積もればどの道4000おると、裏乗らなきゃ一緒でしょと、上がれず、これが最後の積も、最上これで流局となりました。トン一局はリーチをかけていた中田の一人天敗、あれベスト16もそうでしたね、そういえば1万6000おるスタート、はい、あ東さんでしたっけ、そうですね、そうですね、役満スタートからのベスト16 A 卓でした、はい、なんか今日も気持ち悪くなりそうですねこれは、はい、波乱のトン一曲スタートとなりました、はい、中田れんちゃんです、ドラがウーソー、はい、まあまあこれが終わった後笑い話で済むか済まないかはこれからですねそうですね、はい、そのあたりも含めて今日の結果まあ勝てば笑い話ですからね、はい、いやいやその子1万6000ぐらい減っちゃいましたみたいなねこれが敗因となるのか笑い話となるのかとそうですね、まあただなんていうんですかね、まあ、期待値的な話で言えば多分ねリーチしちゃった方が多分
スワンコ短期になったから微妙でね、はい、あのうつもりスワンコになると当然相当上がりづらくなりますからね。そうですね、うん、来た順番もかなり確率が低いと言いますか、うん、そうですね。レアなケースだった。さあペーチャの草場が直背のペーをポンしていきます。トラトラですね、はい、ちょっと形悪いですけど、嘘が2枚ある形。こちらはシャーチャのリンのこちらにもドラの嘘が1枚形、はい、あ、白重ねましたよ、うん、ペーをポンした草場、これで薬杯の白も重ねた。そうですね、今老僧から打つと満眼確定にはなりましたけど、はい、まあまあね、想図が伸びて二面積になるかもしれないのでドラドラは固定せずと、うん、まあ白泣けなくてもなんとかなる手組みで進行してますよね。はい、そして西条は続々とピンズを引き入れて、うん、いい形になってきました。ピンノさんは六チッパですけど、六チッパだとドラの嘘を使えないと。はい、さあこれでさらに想像が伸びるか、はい、ペンチーソーのターツを外していったのは中田です。中田さんのイーマンは3色ってことですかね。いや、あ、そうですね、想像の 1,2,3、ま、そしてピンズの 2,3 と持っている中田、ただ想像の1つの方が多分ねドラの嘘ですから、はい、1つの方が狙いやすかったと思うんですけどね、生かし切れれば、はい、こちらは1つでしたね。はい、先にリーチをかけてきたのは西条です。町はリャンオピン、一気通過が確定しているピンフの形、はい、あれもね若干リーチしづらいんですけどまだ60目ですからね、はい、染め手の変化などもそうそうそう、はい、地道の変化ありますからね、十分見える形ですが、まあ、ピンフ一通というところで打点の折り合いもそうですね、はいはい、だからあれがまたね、あの例えば3ピンがウーピンとか割ってサブローピンとかになってて高めで8000とかになると闇点張りやすくて、はい、ピンズ引いたら崩す選択肢もあるんですけど、これもやっぱりね出て3900はあまりにちょっとね、はい、よくないもんね、あのイメージが、はい、ちょっともったいないかなというところではありますか、うん、さあここで手が進んできた草場ですが、はい、ここは統一の白を切っていく方も手が進んできました、はい、いいシャンテンブーンと言ったのはローピンでした、はい、親の攻め返しもありそうか、ドラも1枚ある、こちらの手配ここで吐く、はい、これもね仕留めておきたいね、はい、なんかもういいピン引いて崩すとね、あのローピン C でもテンパるかな、はい、テンパるね、ローピン C でもテンパりそうだし、はい、いいピンポンでもテンパるから鎮痛にはなってましたからね、はい、リーチ後にピンを1枚引いています。さあピンズでメンツができたのはリンの、はい、これもだからさっきの中田さんと、まあ、だいぶ違うといえば違いますけど、はい、似てる部分もあってね、やっぱ期待値っていう話で言っちゃうとリーチした方が当然ね期待値は高いと思うので、はい、ここは小さそうだとね、なかなか期待値通りにいかない時も麻雀ですからねそうですね、あ、ここで天敗追いかけリーチ、親の中田はすっちそ待ち、さあ親に追いかけられた西条はリャンウピン待ち、リャンウピンは楽じゃないけどすっちそはもっと楽じゃないかな。そうですね、すっちそ各社の手配にありますか、まあ、そこそこありますか、はい、リャンピンもまだ2枚ぐらいはあるかな。そうですね、自身で2枚使っている、リャンピンはないけどウーピンが2枚ぐらいあるもんね、はい、多分まだ山には残ってますね、2枚残り。さあここにスーソーが来た、これでスーチーソーもちょっと薄くなってきたか、スーチーソードラヒョウ、これでスーソー1枚ですね、はい、かなり少なくなってきた。チーソーも1枚か、2対2、2対2はいい勝負なんじゃないですか。当たり前ですよ、ね、はい、同じ数と当たり前のことを言ってしまう実況です、はい、あ、さあここに数値層さらに来た、2対2はいい勝負って、その実況なら俺でもできる同じ枚数ですからね、はい、2対1になってリャンウピンが、はい、あ、違うね、ウーピンもともと1枚しかないね、これで1対1だ、1対1ですか、失礼しました、ここにチーソー1枚来て1対1ですか、うん、失礼いたしました。さあ草場ドラドラですが受けている、そして中田スーチーソー待ち、
ここで何か、ちょっとパイが横になっただけだと思うので、はい、はい、続行ですね、はい、そのまま続行となります。2件リーチが入っています。中田と西条の2件リーチ、山もだいぶ短くなってまいりました。まだお互いの当たり牌山にある。草がもう追いつかない。うん。うわー、なくなった。はい、これでリャンピンがなくなった。あとはスーソー1枚ですか。はい、残り1枚のスーソー2人で引き合うか、はい、中田の追いかけリーチはリーチドラ1、ペーポンが入ってるから中田さん配点になります。はい、まだツモ番が残っている。補充はないと。はい、うん、難しいですね。僕もリアンピンはリーチした方がいいと思うんだけどね、はい、結果的にはなんか緻密にいった方が正解でしたか、はい、まあ結果論ですからね、しょうがないですけど。さあ、これが最後のツモ入ってとなります。チーソーはいませんでした。トン一局、一本場は流局となります中田西条の2人転敗、うん、とりあえずトン一局、まだトン一局ですけど、はい、ここ2局中田さんと西条さんがちょっとね、はい、難しい判断を強いられる手になりましたけど、はい、まあ、すぐ上がりを目指してねとりあえず2人とも裏目に出た感じですか。はい、リーチの判断が非常に難しい局となりましたか、うん、中田の連チャンドラはリャンピンです。中田のハイパイにご注目ください、うん、あれね、本当にまあまあ分かっていただける方は分かっていただけると思うんですけど、はい、裏目があまりに大きすぎる形ですので、なんか勇気はいるんだよ ね、 そうですねリーチっていうのもね、はい、誰かドランコだったね。そうですね、ドランコ、ドラのリャンピンが3枚ある選手が1人いましたね、はい、この次に移る親の中田ラリアットですか、はい、この曲はラリアットとなってしまうのか。さあ、9ピン引いてきたリンナも形悪くないですね。うん、2メンツあります。ドラメンツがあるのは草場、ここも想像の形が悪くない、はい、まあこれ流局、流局ときて強卓が3000点。うん、なるほど、はい、これはまあ親の中田ならずとも、はい、上がっていきたいところですよね、うん、まあ、まだ誰も初上がり取ってないですからね、はい、まあ、初上がりにあれだけの懸賞金つけば懸賞金いいんじゃないですかね。懸賞金が3本場でついています。あ、いい3点、はい、最初もペンチさん残りをどうしますか。はい、そうですよね、まだ具形の形が残っています。さらに1面つできました。草場、うん、リャンピンが厳しい分草場さんの方が有利ですかね。あ、なるほど、ヤンピン、あんこの中田がいる。ウーピン2枚、はい、今日、おー、ひあー、これでいいシャンピン、うん、草花の方がちょだいぶ良いですね、はい、最長のパピを残して目いっぱいに構えます。三層があんこになった。こちらもいいシャンテン割りのです。今日は西条さん、リャンウピンに嫌われるといいかな先ほどリャンウピンのリーチがありました ね、 ね、はい、そういうこと言うと叩かれるからね、やめときましょう叩かれはしないと思いますよ。さあ、ここでローアをポンしてタンヤオで一歩前進は中田ドランコの手配、はい、いいちゃんってですね。これはドランコということもあり、かなり積極的に、まあ、まっすぐ行くんじゃないですかね、はい、ローピンは泣けない範囲。さあ、さらにリャンマンアンコになって、これはウーピンじゃないんだ、うん、はい、ソーズの形決める選択にしましたね。そうですね、これでペンチーソーのネックを断ち切って両面両面最上です。どっちがいいんですかね。なんかウーピン切りの方が良さそうな気はしますけど、はい、どちらもありそうなと、うん、まあ、これで換算像になるか換数ピンになるかですか。はい、
さあ関数ピンの天敗が入っています。中田はタンヤオドラさん、そしてパーソー短期役なしの天敗からリーチをかけて手が変わったリーチピンフドライチはベーチャの草場のリーチ、リャンウーマン対関数ピン、リャンウーマンがない、またしても手がぶつかる展開となりました。ここも数ピン入りましたよ。9ピン振り点なんですね。三蔵はでも切りづらそうだね、はい、切りづらそうですね。リンの2も天敗が入る、この数ピンは中田の当たり牌でもありますが、まあ、切られることはないでしょう。とりあえず天敗だけでよければ一旦9ピンは通りそうですけどね、はい、ただ E ピン短期では もちろん勝負にはならないので、はい、ただ一発を避けるっていう意味は大きいですか。はい、ということで9ピンの選択と、はい、数ピンって中田さんの当たり牌だもんね。そうです、しかもラッサイの当たり牌だ。そうですということで、スーピンはもう山からはなくなってしまいました、はい、もう換算像もなかったしね、スーピンもなし、はい、ただ換算像にしとくとトイトイになってますから参考にはなってますけ ど、まあそれでもほとんどないもんね。なんかどうやっても厳しいね、長さんの手は、はい、針の穴を通しても上がれるかどうか分かんないか感じだ、ね、ドランコの形ではありますが、うん、一応スーソーとローソーのシャンポンになってれば1枚だけありましたよと。ただそれでも真ん中の灰と真ん中の灰の、うん、はい、うん、これはね、チーソーパーソー現物なんで抜くのかな、はい、ちょっと戦う価値がないですよね、はい、あの数万とイーピン両方押さないと上がれる形にならなそうなんで、草場のリーチ、そして中田の仕掛けを受けているリンの、うん、現状あんまり戦う価値のある手には見えないですけど、ああ、ただの供託が大きいと見れば4000点ですからね、宝珠、うん、覚悟で、まあ行ってみるのもありますけどね、トン一局ですからまだ、はい、ここはパーピン、ノーチャンスのパーピンですか、はい、チーピンが自身から4枚見えている、はい、ああなるほどなるほど、で2ピン引き返したらもう一回戦いましょうということですか、はい、攻め返しのチャンスを狙った選択と、はい、たところですが、ここで2ピン回り込んで再び攻撃に回ることができるか。さあこれでこれはトイトイになりますね、はい、シャンポン変化、ウーピン切りづらいもんね、見えて、はい、これでウーピンとローソーは、ウーピンが1枚ありますか、ローソーも1枚、うまま、はい、2枚残りに変化した、2対2で、あ、ウーピンごめんなさい、リンナの手に今入りましたね、こちらの手配失礼いたしました、はい、となると2対1ただ超強力ラリアットですからね、はい、ウーソー、これは切っていく、スーソー自身で切っています、うん、中田の天敗、タイヤをトイトイ、ドラさん積もると3個だね、そうですね何点それ、今日はあんこあんこと来ている自身でローワンをポンしています。草花リーチはリャンウア待ち、こちらもドラが1枚ある勝負手となっていますが、リャンワンオーバーには1枚も打たれていないが、中田にあんこでも打たれている、はい、草花もね、あのローマンのポンが入ってる分で リャンワン若干だけど使いづらいでしょっていうことでしょうね、はい、あんまりあの供託があるからっていうんで打ち方変えるとかいうタイプではないのかもしれないですね、はい、まあ、リーチに行くような手形になったと判断しての、はい、そうでしょうね、はい、はい、リーチ判断といったところでしょうか。ウーアンは山に1枚残り、積もった、ハイテイ、これが8枚目の牌ですか。リーチピンフハイテイドライチ、裏ドラはありません、はい、一番最初に上がりを決めたのは草場でした、はい、2200、4200の積も上がり、さらに懸賞金といいますか、うん、供託がつく上がりとなりました、ね、はい、3000点、見事ですね、はい、もうリーチしたことないもんな、あの供託に目にがいっちゃってねこっそりこっそり上がりたくなっちゃいますか、ただ、はい、ただちっちゃいと思われるからね、はい、ガン見しないでね、横目でチラチラ見ながらね3600点か2000点上がってもそれぐらいついてくるんだったら闇点でもいいかなと、うん、さあ親番迎えたのは西条です。トン2局、ドラがウーマン、一次予選からの勝ち上がり、ドラのウーマンが1枚ある形、はい、そしてなんちゃはリンの発芽統一が見えました、うん、ああいう流派は動いていくタイプなんですかね、はい、そのあたりも見ていきたいですよね、そうですね、
ここまでは仕掛けなどは入れていませんでした、うん、リンナ。そして草場も地風のシャワー統一というところで、はい、1回テンパ入れましたけどね、スパッと引きましたから、はい、まあ、人によってはね、あれね、あの、まあ、結論から言うと順からだったんですけど、関連ピンでね、三蔵叩いてリーチ行く人もいっぱいいるでしょうからね、はい、戦い方も、うん、その打ち手の個性が出てきますよね。そうですね、まあ、ゆったり、まだ1回戦目なのでゆったり見ながらっていうタイプの人と、1回戦目なんで強く行こうっていう人とね、二手に分かれますよね、はい、中田などは後者のタイプですか、うん、あの攻撃型の人っていうのはもう初戦だからこそ戦おうっていう風になりますよね。もう腕をブンブン振って、うん、僕なんかちっちゃいんでね、あの最初は様子見ながらね、誰が来るかなと、そうそうそう、誰がついてんだこれみたいな。さあそのあたりも個人のタイプが出てきますが、中田は言うまでもなく後者攻撃型ですが、西条はどうですか、うん、まあ、どちらかというとね、あの受け中心のような、はい、僕はイメージはあるんですけど、仕掛けなどもベスト16ではかなり少ない打ち手と、で仕掛けた時は本一や陳一などの手役を見て小立てを狙うと、なるほど、セレブ系ですか、はい、いう印象がありますよね。宗谷版です。ただ初が西条取りのもちもちになってしまいました。西条さんが重ねたんですよね、はい、はい、そうなんです。ただどうですか、この手は伸び方によっては初打ち出す選択なんかも出てきたりしますね。西条さんの方はありますね、はい、で、リンノさんの方はチート打ちに行きましたんで、もう両方必要ないですね、はい、こちらは草場、アピンをさらに重ねて想像の形を決めたのはチートイツイシャンテン。ここでドラが来た。これでドラ短期必須になりますか。はい、選択肢がちょっとまだ1枚あるね、うん、狭まったというところから、ロー三色見えるが、これは紡ぎっていく。さ、ここでソーズで一メンツできました。あ、ドラ打った、はい、打ちましたね。これはもう初もポンしていくぞと、まあどうでしょうね、一番ポンしないのもありますよね、はい、一応両面両面とも見えますからね。まあ、ただリーチいったところで打点的にっていう考え方もあるので泣くかもしれないですね。うわ、痛い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 、前順に切ったドラの上が痛いか、うん、ただドラ切らないと何切るのって話になりますからね。そうですね、チーピン切っちゃうと流派のポン点に対応できないしね初切るとまた時間もちょっとかかってしまいますか。ここしかも親番ですからね、流派切って誰かにポンって言われて、はい、ポン点とかで入れられた日には最悪ですからね、はい、順目も十順目と中終盤に差し掛かっていた時点での判断でした。さあ貫老ピン引いて、草場はシャアのポン点が効く形となりました。シャアはまだ場には打たれていない、はい、誰の手にも順は絞ってる形ですか。リンナの手に1枚ですか、はい、イーシャンテンの草場、地風のシャアが統一、うん、ただ数層中は随分受けの意識強いね、これはね、はい、そして対照的にチュンは紡ぎっていたイーシャンテンの中田と、はい、2枚切れのドラをまだ打たないですね、はい、リンナですね。さあ最上天杯が入らないイーシャンテン、そしてこちらもイーシャンテンはリンの、草場もイーシャンテン引いてきたのは3ピン、裾切り面白かったですね、はい、先に形を決めましたよね、うん、チュンを絞るためだけにだいぶ狭く受けましたから、はい、ここで親の仕掛けが入る最上、ヤンソーを打ちして初の後付けの形、誰に嫌だったんですかね、チュンね、はい、ションパイのチュンではありました、はい、実際にねチュンではないですけど、西条さんの方ね親で厄介のポンテンの形が入ってましたから、はい、初が統一でした、はい、ピントは合ってそうですよね。さ
あ、これはなかったの手番いいシャンテン、うん、草場もなかなか天敗が入りません、はい、うん、引いてきたのはチーピン、現在仕掛けを入れているのは西条、このチーピンは上がれないですけど西条の当たり牌と、うん、これは手の内に残していく、はい、実際中田も形式天敗を考えるとチーしていきたいようなチーピンでしたか、うん、しかも西条さんのところは両面チーのダローピンですからね、はい、テンパイしてるとあの周辺が濃厚ですから、チーテンのそば手と、うん、ウッパーピン、スティーピンは相当切りづらいですね。ここで仕掛け、はい、パーマンをチーして、これは3人にテンパイが入ります、はい、このチーピンもチーできる、中田どうする、泣いたね、スティーピンが通っちゃうとあとウッパーピンが濃厚なんだけど、はい、この辺は中田さんらしいよね、はい、しっかりと勝負をして加点と、うん、なりましたか。まあ、あの1回戦目なのでとりあえずあのロンって言われるまで強く戦ってみようっていう戦い方ですよね、はい、あの攻撃型の人によくある感じですよね。草場もチーピンを勝負、中田もパーピンを勝負と、またチーピンはね、あの2分の1でしょっていうのがあるんですけど、はい、チーピンが通った後のパーピンとなってしまうとさらに上がりの確率が、そうね、だいぶ上がって、ワンチャンスとはだいぶね上がってましたからね、はい、ローピンのワンチャンスだったと思うんですけど、3人天敗で流局、リンノが1人の点となってしまいました、はい、と2局は1本場ドラワローソーです。親番西条はこちらのハイパイなんちゃのリンノ、いいピンを重ねた第一つもで、うん、マンズがそうですね、一面つある形、はい、第一打はトンからいきました。シャーチャの草場、はい、ここまで無駄なく山を使ってますね、はい、そうですね、海底積も1回と流局3回ですからね、局を目いっぱい使っての勝負と、ね、ベスト8の B 卓の対局、ここを勝ち上がればプロクイーン決定戦への進出となります、はい、まあ重い展開になってますからね、こういう重い展開はねちょっと不用意な宝珠一発で勝負、はい、脱落っていうケースも結構ありますからね、はい、気を使う、選手にとってはちょっと気を使う展開になってくるかもしれないですね。局の終盤に重いパンチ、さあカンパーソを引いて一歩前進はリンの、ただ打点がまだ見えない、そうですね、ただ1段目からトン初とかなり積極的に切り出しています。マンズで一面ずできた、こちらは3色なども見える形、中田ジュンはつもぎり、草場さらに形が良くなってきた、ここは目いっぱい、目いっぱいですか、目いっぱいですね今日はどうしたんですか、絶叫系でも目指してるんですか尊敬する先輩もね、あ、何か意識されるところがあるんですか、はい、大事な舞台がありますから ね、さあさらに目いっぱいに受けた甲斐あってというところでしょうか、パワーを引いてマンズにいいパンの形ができました。あれはパーピンじゃないっていうことはチーピン引いたら3色の方に行くってことですか、はい、そういうことですよね、うんうん、3色3色目が残っている、先にソーズの形決めましたもんね、そうですね、ドラ受けとはいえ少し狭く受けた形、うん、なんかね、あのシャアを一番安全パイっぽく残してね、アーテンパイ、いや、はい、今度はやみたいなんですね、そうですね、ドラ受け6球層です、はい、シャアを安全パイっぽく残してパースを打つ人たくさんいると思うんですけどね、はい、かなり意思を感じるような切り順でしたよね、うん、3色大好きですみたいな、ただテンパっちゃったらしょうがないけどねみたいな、あれは6球満引いたらリーチなんだろうな、はい、イーペーコーなどの手代わりもあります、草場ここでリーチに踏み切った、一巡だけ待ちましたか、様子を見ましたが、うん、ここではリーチと、リーチピンフ高めドライチの6球層、はい、草場の先制リーチ、6巡目からの転敗です、中田さんは振り回してきそうですねこれラリアットきますか、イーシャンテン、さらに親の西条も形は悪くないですよね、まあまあよくよく見てるとイーソーとイーマンってすごいパイだね、そうですよね、まああれでしょうね、あの今のつもぎりリーチに多分違和感があるので中田さんは多分ね、はい、それを見の、ああテンパイ、はい、闇点ですよ、ウッパーソー見物ですからね、はい、
ここはしっかりと攻め返していくが、ああ、ケース当たりですか。はい、リンノが追いかけリーチといきましたが、ここで上がったのは草場リーチピンフ、2000は2300点の上がり、はい、リンノにも天杯が入りましたが、その天杯杯を捕まえての上がりとなりました、うん、そうですね、まあ、あの1ピンも3ピンも安全杯ではないのでやむなしじゃないですかね、はい、追いついたリンの宝珠となってしまいましたが、うん、こちらもファイティングポーズは取れているかと。そうですね、あの回っていてね、1ピンとか3ピンで宝珠したらもう周りにも何もなってないですからね、はい、わけわかんなくなるんで、まあ、ここはぶつけていくのが普通だったんじゃないですか。はい、そのリンノの親番です、ドラワナン、こちらがそのハイパイ、両面が多い形、うん、なんちゃ草場、はい、まだ草場さんしか上がってません。ああ本当ですね、あこちら今回も手配悪くない、ソーズが連続傾斜が統一、うん、中田、そしてベーチャの西条と続きます。2面とありますか。はい、西条も形良さそうでしたよね、うん、ドラの難はまだ誰の手元にもありません。うん、公式ルールだとね、中田さんの手配も悪くないんだけどね、はい、少し時間はかかりそうな、そうそう、ちゃんととかね見えるんで、はい、草がどうだ、チーマンを引いてきた、これはくっつきで考えると残したい牌ですか。ここでリアンソー選択、うん、さあこれで3色見えてきたか、チーソーがくっついた、はい、うん、まあどうやってもあれですか。そこそこ、リンノさんも両面3つの両三点だもん。うわ、はい、すごい残し方しましたね、はい、目いっぱいですね。また何か意識されてるんですか。あ、そう、意識してないです。あ、はい、意識されてるわけじゃないですね、はい、かなり目いっぱいに各社、あ、なるほどね、はい、受ける展開が多いですよね。1回戦はトン3局となっています。まだドラの難は誰も持っていない。さあここでウーピン引いた、親のリンノはリャンマンを選択、はい、あ、差し子の目はまだ残すと、はい、いやただ持ってると怖いからね、両面、ね、両面3つの両シャンテンでそのまますんなり待つ人も一方でいると思いますけどね、はい、ただこれはだいぶ手役によった打ち方ですね、はい、打点を見てという判断、うん、チーマン重ねた草場、そして西条も形が整ってきた。ここは9ピンですか。あ、うほ、タンヤオにはしませんでしたか。しごろにはなんない、差し子か、数ピン引いた時に数層ローソーと洗っていきたいということですか、はい、はあ、それもあのすぐ近くの単用じゃなくてちょっと離れてるけど高い3色を、ね、民定大きく構えた選択と。そうですね、はい、さあここでローピン引いたぞ、手拍子で9ピン切りしてたもんな。すぐ手の届くところにいる、はい、タイヤ音、 これはしごろになんないし、はい、ここでウーピンを選択、ピンフのイーシャンテン、うーん、ここは安全度ですか。ここも9ピン切りの方が普通でしたけどね、はい、ウーピン打つなら取ってきましたね、うん、さあここで天杯が入ったのはなかったカンパーソー、裏目ですか、役はありませんが、うん、一手代わりで三色がある形、うん、草場ここで統一の9ピンに手をかける、うん、服は手の内に残す場には切られていない牌となっています。うん、ちょっとてんこしゃんこしてるね。そうですね、はい、さあここでリンノのリーチが来ました。うん、親のリーチは一数ピン待ち、はい、さあ順目も2列目終盤に差し掛かろうとしているところ、うん、はい、最終的にね、リンノさんのところイスピンリーチになる人が圧倒的に多いんですけど、はい、リンノさんみたいにちょっと手役をいろいろ追ったおかげで高め3色の方になりましたよね、はい、ペイジャン等の人が多分多いと思うんですけどね、はい、あ、高め単位をね、はい、いろいろ残して、そうですね、はい、でパーマンとを振り返って、これは一発でのつま上がり、リーチ一発もタンヤオピンフ、
ドラも1枚乗りましたよ、はい、6000オールのつも上がり絶叫ポイントでした、はい、失敗しましたね。もうちょっと絶叫しておけばよかったですね。あっさりのつも上がりでしたからね。サリンのここは嬉しい6000オールハネマンのつも上がりで親番連チャンとなります、はい、手順に意思を感じましたよね、はい、今ね、まあ、3色にはならなかったけどその分単4がついてハネマンになりましたからね、はい、自敗の統一落としも、うん、統一も並べてと、はい、ところでした。カリンの親番連チャンとなります。トン3曲ドラは3番です。みんな連チャンしますね、はい、各自連チャンポイントが、うん、そうですね、はい、さあドラが3番です。ハイパイはこちら親のリンの、うん、バーマン頑固、はい、1人ちょっと展望削られてましたけどもう一気にですね、はい、もう6000オールで一気にトップ名と踊り出ました、はい、スーピン、ここでマンの形を決める選択、はい、なんちゃの草場はバカゼのトンが統一となっている。そして中田は自敗も多い形、ペイちゃんの最上はペイが統一、うん、まあ、今日はねあのリンノさんもいらっしゃるし草場さんもいらっしゃるんでね、はい、あの他団体のファンの方も大勢見てらっしゃるとは思うんですけど、はい、連盟の方の話で言うとまだあれですよね、プロクイーンと女流家と両方取ったことある人って3人ぐらいしかいないですもんね。はい、そうですね。そのあたりもかなり気になるところですが、うん、ね、中田プロクイーン決定戦には2回出場しているものの、はい、まあ、2位5位となんか意外とねどっちか取れない人多いですよね、はい、なんかね大川はね連覇連覇ですけれども、はい、秋さんと清水さんと宮内さんだけですよね多分ね、はい、かなり限られた選手となっていますか、うん、毎年そうそうたるメンバーが決勝戦には残っているんですけれども、はい、だからプロクイーンが強い枠地さんも女流家はいっぱい決勝残ってるんだけど勝ってないですからね、はい、なんかそういうのがありますよ ね、 不思議とね、まあ、ルールの違いなどもあるんですかね。まあ、衣装としか言いようがないとは思うんですけどね、はい、最近だと宮内プロが同時に体感という、そうですね、はい、あの同じ年ではないんですけど一応同時に持ってましたよね。2016年のプロクイーンを取っている宮内小杖プロ、うん、はい、同じ年というか同じ木っていうんですかね、はい、そうですね、同じ木ではなかったんですけど、まあ同時に、あ、ここでトンのポン、はい、草場がバカゼのトンをポンしてイーシャンテン、そしてさらにリャンピンも仕掛けてこれで転売が入ります、はい、初とローピンのシャンポン待ち、うん、初一枚切れ、はい、うん、初一枚切れだとあれですかね、どっかからリーチって来られた時は流派切って回っていく感じになるのかな、はい、ちょっと見てみたいですけどね、ドラなどもない手配ですからね、うん、ただ意外と攻撃的なタイプだとは伺ってるので押し切るかもしれないです、もしかしたら親のリーチ以外は全部ね、押し切る可能性もありますからね、はい、これで西条もイースーマン待ちで転敗を入れました、はい、近瀬のペイオポン、ドラが1枚あります。ここで統一のイースを選択したのはリンの、うん、ペン3枚引いた、これで中田のリーチが来たぞ、待ちはサブローマンです、リーチピンフドラ高めでさらにドラがもう1枚、ドラのペンちゃん引いてさらにドラ待ちってまあまあずずしい受け方でしたけど見事ね、まあ本に上がる気が満々ということですね、はい、さあ3番は2人の手配に1枚ずつ自身で1枚使っています、はい、山には1枚残り、はい、ローマンも1枚切れですか、草場さん引くの早かったですね、もう、はい、スパッと引きましたね、判断早かったですね、うん、先ほどのドラが嘘の曲もリーチ受けて、あ、この初は、まあ、やむなしですよね、はい、このリーチのタイミングが良かったかなかった、はい、これはだからあの手組みにしてきっちり転売入れた、まあ、もし上がればね、はい、中田さんのもうスーパープレイっていうか、はい、あの形でリーチの判断が、うん、相当残しづらい形で残してましたからね、はい、草場の上がりを阻止したかもしれません、はい、ドラ3万のイーシャンテンで1245って持ってたんでしょあれそうですね、ドラの2度受けを期待した形ですよね、うん、さあ西条はまだ手配崩してないイースーマン待ち、はい、リンノはどうする、ここで引いてきたのは急走、ここでパースをしていく、うん、現物、ただリンノさんかなり
ね、守備の意識が強いので、はい、切り出さなきゃない天敗は取らないような気しますけどね。この3万ですね。何を引いた9万、これですよね、はい、あ、取らないですよね。さらに中田のリーチが効果的に働いているかもしれないですね、うん、まあ、ただ実際に3万当たり牌ですからね、はい、リンノとしても守備をしっかりと構えて、西条さんもね、安全牌いっぱいあるんで、ここは引くかもしれない。ドラマタギの、うん、これは現物の連想選択、ここで考えているのはリンの親番中、引いてきたのは1ピンでしょうか、うん、1ピンも3ピンも現物なんですけど、まあ西条さんの方も証拠があって現物の連想ですからね、はい、まあ、それほど現状は気にしなくて良さそうですけど、これでリャンマン切って、はい、関数マンに待ち替えて再び天敗、リャンマンが現在通ったところ、中田の町のサブローマン、まだ高めの3万も山に残っている。サブローマンあるよね。はい、そうなんですよ、ローマンにもあるしね、はい、捨て牌に1枚、リンの手に1枚あるだけ、ガンリャンマン、ヤンマンは3枚目なんでリーチは無理ですね。はい、ここは取って闇点に構えた3万がここに来た、はい、これは打ち出されなさそうな、うん、まあ、想像が切りやすそうですね。はい、上のリンが急走切ったところ、ここにさらにローマンが来ました。これはダメでしょ、はい、ギブじゃないですか、さすがに3万かローマン、どちらかを切らないと、うん、まあ、3万切る手はないのでローマン行くかどうかですけど、ここで連想、はい、ここで回った西条、うん、あと壺1回ですか、はい、中田の壺番は残り1枚、壺上がりはありません。リンの関連ワンでの天敗ですが、はい、天敗維持できましたね。そうですね、リンの連チャンが成功となりました。天敗はリンの中田の2人天敗ですね、はい、最初ちょっと開いちゃったけど、はい、天敗してませんとすぐに伏せたところですか、はい、2人天敗での流局となりました。いい打ち回しでしたね、リノさんね、はい、なんかあの守備型の人らしい打ち回しでしたね、ドラを切らずにと、うん、もうやる気満々の人は親番ですからね6000オール積もった後だからね、ドラバーンもありますか、ドラバーンって言ってリッチとか言う人も多分いっぱいいると思うんですけどね、ここは繊細な守備力を見せて、はい、うん、親番はレンちゃん、リノです、うん、で中田さんもね、あまりにはならなかったですけど、あの打ち方でなければ草場さんのつも上がりで自分は失点してましたので、はい、初を積もられていたかもしれない展開と、うん、ところなので中田にとっても実は悪くない、そうですね、結果という一局だったでしょうか、うん、さあ親のリンのダブトンを重ねてかなり手いいですよね、はい、ダブトン使ってもよしと、三色の方に伸びると難しくなりますけど、はい、数万にくっついた時にまた判断が必要になりそうか、うん、さあリンノは今プロ3年目というところで、うん、まだプロ歴としてはこの4名の中では、そうですね、はい、大舞台まであと一歩ですからね、はい、ジャンオー戦では D1 リーグ先に所属しています。さあ中田が先制リーチ、はい、ウーアン先に引いてのリャンウーマンと、カンちゃんを先に引いての天敗、先制リーチとなりました。シャーチャの中田、そろそろ一上がり欲しいところですか、ちょっとねラリアットとはいかないですけど一上がりね、はい、ちょっとあのチョップぐらいでしょうか、マージャンチョップで、はい、リャンウーマンの天敗、さあリンノはそのリーチを受けてトンが現物ですか、ただ自身の、うん、シャンも1枚切れなんで、はい、まあ、どうするですかね、まあ、ペイを打つかシャンを打つかで考えてるんだと思うんですけどね、はい、はい、ここはペイ行きましたね、ただペイを打つっていうことは今トン出たらポンして数万切りますよっていうことですんで、はい、
まだ戦う気はあるということですよね、はい、ドイツもシャアを切りませんでした、うん、あっても限らないかな、面前でテンパった時だけ戦うっていうのもありますしね。なるほど、あここで現物のトーン、ーシャアじゃないですね、トーンなんだね、はい、まあ、シャアは短期に当たる可能性もあるっていうことですね、はい、あここでチーピンを冠した一発裏ドラ、カンドラのあるルール、カンドラは3ピンです。あらあら、あらこれだとちょっとね、詰まるとラリアットに変わる可能性ある、ね、ラリアット変化が（笑）あるかもしれません。カンドラは3ピンとなっています。中田のリーチはチーピンを安冠してのリャンウーマン待ち、はい、あでもローピンはあと1枚しかないからな、裏ドラが乗りづらい、裏八はないですね、はい裏八、まあ、両方乗っていたらとところですが、中田のリーチリャンウーマン、しかし最上にローピンが打つと、はい、もうしかし積も上がりとなりましたよ、はい、これは打点は裏ドラ次第といったところでしょうか、まあ、もう十分じゃないですか、はい、リーチ積もドラ1は1300-2600、はい、日本は1500-2700の積も上がり、七、はい、山ようやく積もりましたね、七山そうですね、これでもさ、まあまあ、日本は2800ですね、はい、意図してやってることではないし、なんかあの普通か中田さんからすればただの手なりなんだけど、はい、七山でリーチしてあのチーピンカンとかして、はい、4枚目のチーピン持ってきて暗冠してカン裏1枚乗っけて、はい、それから積もるってすごくないですか。そうですよね、チーピンは1山なわけですからね先にリャンワンをよっぽど積もり上がりそうですが、ね、はい、まあ、どうでもいい話ですけど、1枚しかない方を先に積もってからの上がりはかなり嬉しいところ、ね、ゴッドが1326になったわけですからね。だって1対7は大体7ですからね、うん、まあね、はい、そりゃそうだ、そういう意味ではそんな実況なら俺でもできる嬉しい積もりと勘弁してください。あ、すいません、はい、絶叫していこう、絶叫していこう、はい、声出していこう、はい、1回戦はトン4局となりました、はい、親番迎えたのは草場ドラは3品です。こちらはリンのペーチャです。親番では6000オールの上がりがありました、はい、トン4局草場親番中、うん、そうですね、1メンツマンズで1メンツと、これで草場さん連チャンすると全員連チャンと、はい、それぞれが自分の時間を持ってと、はい、ただ西条さんだけはまだ上がりがないんですかね、はい、こう上がって勢いをつけたいところでしょうか。関三万のつもは中田です。さあ草場いい形、あウーアンさらに引いて、これは目いっぱいウーフォーですね、うん、まあまああれはちょっと目いっぱいにしか受け入れないですからねちょっとタイヤを這いは切れません、うん、まあ、ドラが3ピンなんで差し子までいければ6000はまだありますか、はい、さあ草場親番中、なんちゃの中田も3色がかなり強く見える形、ウーフォーいい選手ですか、はい、さらにこちらは最上は白があんこ、うん、リンノさんはちょっと純ちゃん系ですもんね、はい、あこれで3色への変化ができた。さあこれでテンパイとなりました、うん、中田ここはウホーイローワン切ってのパーワン短期、これはどうしましたか、どう解説しますか。これはね、あの、はい、9万がね早い段階で2枚切れっていうので、はい、パーマン狙うケースはあるんだけど、その時って9万がね違う人が切ってるケースなので、はい、草場さんが2枚切ってるだけで他の人はマンドの上何も切ってないですから、はい、ちょっとなんか一概には、うん、まだ町の価値は分からないと、はい、で今西条さんが手から9万出てきたじゃないですか、はい、ってことは当然パーマン持ってる可能性の方が高いですから、はいね、そうなると山読みとしてはあまり優秀な町ではないんだけど、はい、ただ実際は結構いるね、2枚いますからね。あとは実際に、まあ、各社がローマンローマンと合わせてくればいい町にもなりうると、うん、そうですね、出上がりも、まあ、期待できるような、はい、だからあの山読みの基本っていう考え方で言えばあまり優秀な町では決してないんですけど、はい、親の草場も十分切りたいけど親番そうなんですよね、現在は2着目、うん、こ
ここでの選択は3万切りと。これね、3万切っちゃうとあと早々、あ、出ましたね。このパーワンがロン上がりとなりました。リーチ単野を2600点な、ドライチありますね、あ、はい、リーチ単野をドライチ5200点上がり、失礼いたしました、はい、いや草場さん随分我慢しましたね、はい、3万切りですね、あれ3万切っちゃうとほとんど続かないですからね、よっぽど次にいいパイ引いて転売とかしない感じでは、はい、そういう意味でも中田が草場を伸び伸び打たせなかったという、うん、だいぶプレッシャーかけましたね、中田のプレッシャーはやっぱり同卓してるとかなり強く、まあ、まあ、ラリアットのイメージがみんなあるんでしょうね、やっぱりね、どっちかというとね、あのラリアットのイメージが先行してる部分があって、はい、でも意外と繊細ですからね中田さんってね、はい、その攻撃力だけではないぞと、そうみんなあの笑い話的にラリアットラリアット腕振り回してるって言いますけどどっちかというと振り回してるだけの人ではないですからね、はい、はい、その綿密な判断からのパーマン短期の、うん、ただやっぱ相手に与えてる印象っていうのは多分相当強烈なんでしょうね、おそらくね、はい、草場さんだけ連チャンできませんでしたね、はい、そうですね、さあ難入しています、親番は中田、全局5200点を上がって2着目に立ちました、うん、6000オール引かれてんだけどね、そうですね、もう900点差まで来てますもんね、もうその6000オール上がったリンノにはあと一歩と、草場さんのウーマン切りはすごいな、あれマンズがかなり連続した形でありました、普通に決めたってことだもんね、はい、いやーウーマン引いたら俺には単品3色にしか見えないもんな、次に映る場面ですがこちらですね、うん、穴を重ねました、一気通貫色濃く見てドラの9万も使える形というところでのウーマン切りの判断ですか、うん、これはちょっとひねってきましたね、はい、うん、佐世保の単品三色にしか見えなかったもんなスーソンも切り出していった、うん、リンノはここで考えるドラの9番が1枚、ああ6チッパじゃないってことですね、はい、うん、もうドラは切り出さないぞと使い切りたいところですか、うん、まあ、切り出さない宣言とまではいかないでしょうけど、6チッパの3色とかよりもドラ重ねるのが一番簡単に高くなるでしょうっていう、はい、まあ、シンプルな考え方ですよね、ドラ残しの選択としました、はい、中田はどうだ、うん、親番中です、これでピンズでメンツができたのは西条、はい、何を引いてきた、メンツが両面形となった、まあ西条さんもねまだ1回戦目でね親番も1回残ってるんで慌てる必要はもちろんないんですけど、はい、ただねやっぱりあの中田草場とかなり格上の先輩2人が入ってますから、はい、ちょっとなんか戦える雰囲気ぐらいは作っておきたいですよね、はい、ここまではちょっと3人がトップ争いをしている局面ではありますが、ポイント的にはまだまだ1回戦わからないところ、はい、リノさんもねあの1次予選からですけど1次予選 1位通過だったんですよね、はい、もうかなりダントツの1位通過と、うん、ところから今回は西条とリンノが一次予選からの勝ち上がりとなっています、うん、一次予選からだとかなり長い道のりですからね、はい、そうですね、一次予選、はい、二次予選ベスト16とね、なんでベスト8は負けると一番悔しいところでしょうからね、はい、あと一つ勝てば決勝メンバーと、はい、そうですね、ところですが、さあこの2人勝ち上がることができるのか、まあ、そこに立ちはだかるのがまた女流大岡と、ね、はい、草場と、草場も麻雀連合を代表する女性選手です、そうですね、組閣者渋みが続いているか、はい、形がいいのはこのリンノですよね、うん、なんかご自身もね今闘病中で大変らしいですけど、はい、あの僕が入院した時とかはねツイッターとかで大丈夫ですかとか言ってくださったりね、自身のキャッチフレーズは逆境サバイバーと、うん、始まる前にあのアンケートをお願いしたんですけど、はい、プロになった時からプロクイーンを取るのが夢でしたと、なのでベスト8もとても嬉しいし勝ちたいです、闘病で鍛えたメンタルで決定戦までたどり着きたいですと、うん、ね、ぜひ、ね、それぐらい思い入れのあるタイトルなんですね、うん、プロクイーン応援されてる方いっぱいいらっしゃるでしょうからね、はい、
そう、話してる間にリンノに天杯リーチが入っています。6球ピン待ち、イーペイコーが確定しているリーチ、うん、じゃあ9ピンが1枚、6ピンが、はい、うわ、どうする、これ何切るんですかどこから行きますか。9万はドラ、あ、ドラ現物だからか、はい、ね、ただ振り点ですからね。あ、そういえばウーアン切りの話してましたね。さあ9ピンが1枚残っている草場、ここは攻めましたね。9ピン当たり牌、当たり牌ですね、はい、これで待ち替え、振り点も解消のサブローマン待ち、ローマンは現物、はい、そうか、スチーマも振り点だからスチーマしか切りようがなかったですね。さあここで上がったのはリンノです。リーチ、イーペーコー、裏ドラはありません。上がって中田の親を流していきました。いや、中田さんらしい宝珠だね、はい、まあ、どう、なんかあの中田さんのスタイルよく知らない人からするとさすがにツモ番のあと1回か2回、はい、どうなのって感じはしますけど ね、まあ、そうですね、中田さんのスタイル知ってる人からするとね、あ、らしくていいんじゃないのって感じですか。今日も腕振ってるねと、はい、ところ一応ね、単品3色イーペイコーまである形ではありましたけど、はい、まあ、非常に中田らしい1回戦の戦い方と、うん、ところでしょうか。だからあれなんでしょうね、1回戦とりあえずあの腕振り続けて、で出た結果で2回戦目以降また組み立てていくんでしょうね。なるほど、うん、そのあたりも織り込み済みで、まあ1回戦の戦いと、まあすげえ宝珠だもんなさあこれでリンノがトップ目に立って4万点を超えました。ドラはローピン難2局です、うん、中田はこちらのハイパイ引いてきたな、はい、ピンそして4着目の西条の親番ですが、うん、西条さんも一上がりはしておきたいですね、はい、もう安くてもいいんでね、ここでどうにか親番つないで、ね、でもしこのハンちゃんラスならラスでもしょうがないんで、次になんかもう少しでも気持ちよくつながるようにね、はい、ファイティングポーズを見せていきたいところ、うん、ローマンつもぎってチューンは残していきました。草場も形悪くないんですよね、はい、ドラのローピンも2枚使える形か。さあトンマンコになって一歩前進は中田です。数層3枚になったこちらはリンノ、A タクから勝ち上がってる2人は2人とも歴代プロクイーンですか。そういえば、あ、そうですね、そうだね、はい、トントンとルミさんとかもね、ベスト8ですね、うん、そうなんです。二階堂ルミプロは第11期、そしてトントンプロは第13期のプロクイーンと、で2人が待ち構えてるところにさあ、あと2人ってことですね。はい、そうです。そして現プロクイーンの日向愛子プロもいますからね。そうですね、そこに駒を進めることができるのはこの4人のうち2人だけ。まあもうここまで3人揃っただけで豪華メンバーですからね、決勝戦も盛り上がることほぼ間違いなしですから、はい、みんな行きたいですよね。そうですよ、うん、かなり注目を浴びる4名、3名か、はい、が待ち受けています。これでマンズで1メンツができた。あ、これでリーチといきます。最上、はい、親のリーチはウッパーソー待ち、うん、ようやくこんな気持ちまっすぐ攻められるような、そうですね、はい、一局となりましたか。親番、これは当たり牌のバーソー、ここはやっつけておきたいね、はい、しかもソーズが安いもんね、場でこれは上がってレンちゃんに弾みをつけたいところですが、うん、ちょっとなんだろう、あの自分の捨て牌でね、あの、はい、もろに間4件になっちゃってるのが、まあ、少し気になるけど、はい、ただ全体的に想像が安いですから、想像待ちが一番強いでしょうからね。実際山に4枚残りだが、うん、ここで中田も来た町はサブローマン町、現物のサブローマン町でありますが役がない、追いかけリーチです。まあまあまああるね、まあまあ、あ、そうでもないね、3枚切れてるもんね。
ウーパーソン待ちの方が分はありそうですが、1枚あれば上がれるのが麻雀。輪のは受けている。草場はどうだ。ここはドイツの初。また2枚もあるもんね。はい、2対4です、うん、4の方が有利でしょう。そうですね、4の方が2多いですからね。そんなんだと俺でも言えるわ。はい、大変失礼いたしました。いやー、ウーパーソン買っておきたいね。そうですね、ここは打点も十分だもんね、はい、14,100 点持ち西条親番連チャンしたいところ。4着目、5パから12,000まである。まあまあ一応積もって裏裏で跳ね間までありますけど、はい、まあ、5パから12,000までね。嘘をつかんだ中田、はい、最上に軍配が上がりました。リーチピンフドライチ5,800点の上がりで嬉しい親番連チャンとなります、はい、うん、この表情。さあ最上、この親番で弾みをつけることができるか、はい。まあ中田さんもね、はい、見方によってはだいぶ荒いんですけど、はい、でもいいんじゃないですか。こっちの方が中田さんらしいし、はい、これで一吹き来てしまえばね、もう一気に持っていく力ありますからね、はい、もうそれは連盟チャンネルご覧の皆さんなら、うん、ね、はい、ラリアットと呼ばれる連続攻撃がね、ご存知。立ち上がってもまたラリアットと。ね、さあ最上連チャンとなります。ドラがチーソー、はい、こちらはリンのなんちゃハイパイ悪くなさそうですね。まあただ王者中田さんといえども、はい、まあ、最初ラスは嫌でしょうからね、はい、やっぱね、どうしますか。あまりその最上に近づかれてもと、うん、ところでしょうか。まあただ打ち方的には意識しないで変わっまだ変えないとは思うんですけどもね、はい、まあ、気持ちの面ではいくら中田さんでもラスは嫌でしょうね、1回戦目ね、はい、全4回戦の現在1回戦を行っています、はい、しかも一応ですけどおそらくまだ頭の中にはね、はい、開局の1万6000オールがちょっとなんとなく残ってるでしょうからね、まだね、はい、さあその時の話が笑い話となるのか、はい、そうならないのかと。その中田、うん、こちらが手配。あの形をね毎回あのリーチしてれば多分ねあっちの方が最終的に稼いでる点が多くなるとは思うんですけどね、確率で考えればと。ただこの1回勝負といいますか、うん、4回戦勝負の中でどちらの判断がいいかは非常に難しいところですよね、はい、うん、まあ、あの判断は間違ってないと思うんだけど結果が裏目に出ちゃったっていうことですか、はい、親の最上ドラドラとなりました、はい、ちょっと重いね、ドラドラになったけど、はい、ドラドラになったせいで重いみたいなね、はい、ドラ表示牌の老僧がネックとなってしまいそう、うん、さあペンチーマン引いて、はい、草場さんは9ピンからはいかなかったんですね、はい、仕掛けですね、はい、2000点は不服ってことですか、はい、こちらもドラドラ、ただ重くなったね、これも、はい、そうですね、形が難しくなってしまったかりんこれ難しいね、何ピンですか、ドイツですが、メンズで1メンツ、ピンズで1メンツ、うん、公式ルールであればローソーかイーソーかになりそうですけどね、この一発裏ドラリだとね、はい、ドラ切りの選択もそうですね十分あるところですか、こちらの手配。ちょっと迷わせるような、うん、小損切りでも良さそうですね、あそこで三蔵切っちゃったんなら目いっぱいに構えるか、うん、三蔵切ったんならね、はい、あの三蔵切りっていうのはおそらくあの小損1枚外してもいいっていうのと連動してると思うので、うん、あの三蔵切りと小損切りがうまく連結するような気はしますね、まあ、ただ恨めたら大きいですけどね、はい、はい、他には切り出されていない泥の地層を切って目いっぱいに広げていくか、はい、うん、あのパーソー2枚切れててウッパーソーがね特別強い情報が現状何もないところでドラを1枚外そうとしてるわけですから、はい、勇気はいりますよね。うわぁ、それは相当ゆったり構えますけど、はい、うん、なんかどこもありますね、ウーピン切りでもおかしくないし、
あ、ドラ切りましたね、はい、ただこれが一番多分あのその前順のね三蔵切りの顔を立ててると思いますね、はい、ストーリー通りと、うん、いう決断。しかしドラを切り出すのはやはり勇気が、あ、はい、ここで仕掛けは初のポンは草場、ここで白を切り出して本一のイーシャンテン、うん、1枚目なんですね。はい、1枚目から泣いていきましたね。さらに9ピンをポンして天敗、うん、イースーピン待ち。こういうところのバランスはちょっと独特なんだ、これ独特かもしれないですね、はい、なんかあの流派泣いたところで残機しかないので、9ピン1枚目スルーするんなら流派も1枚目スルーする人も多分いっぱいいると思うんですけどね、はい、ただ自敗からなら折り合いつけるっていうことなんでしょうね、はい、おそらくね。1枚目の初から仕掛けた、うん、草場の天敗はイスピ待ち。そして中田もすごい形になってますよ、はい、うん、だからあの残球と2000点の違いでの仕掛けではないってことですよね、はい、多分自敗から動く分には折り合いつくけど、ちょっとそれ以外からで2000点で動くのはっていうことなんでしょうね。はい、わわわわわ、どうしましょう。これはチーマン切ると自順対外テンパりますけどね。自順対外マンズで対外テンパイと、まあまあマンズじゃなくてもね、はい、一応短期でチートイツで、はい、今はつもぎりとしました。今は1枚切れ、難しいですね、はい、うん、ウーマンも1枚切れてるんでウーマン切りたいけど、そうするとペン3万で天敗逃しますからね、はい、あ、これでチーですね、はい、この3万はあ、チー寄せずに手を伸ばした中田、またスワンコしか見てないとかいうこと。あ、なるほど、その上での1枚切れのイーマンの選択と。言っても鎮逸の6球間ウーマン待ちでしょあれね。はい、チーしてそうですね。いやすごいね、そのスルーは。そうですね、これはどうしますか。ダブルワンチャンスですけど、はい、リンノはカンチーピンをチーしているが、下茶の草場の仕掛けが気になるか、はい、ただリャンピン切りはないですね。切るならウーピン切りますね、パーピン通ってますからね、はい、あ、なるほど、リャンピンションパイですからね、あんこのウーピン、うん、シャンポンとかが怖いので、3ピン、数ピンダブルワンチャンスなんで、あ、そうですね、ウーピンの方来ましたね、ウーピンの方でテンパイジはウッパーソー待ち、中田引いてきたのは数万、これはテンパイはできない。これだったらチートにしてた方が正解でしたけどね。でもあの統一を残しての判断、あの3万スルーはすごいな、はい、ダチャの仕掛けなども入っている状況下ではありました。中田できたリャンピン、これも切っていく。草場の町はイースーピン、リンノはウッパーソー町、うーん、このローマンがね草場さんに言ってたってことですよね。はい、そうなんです。三層テンパイが入らない。そして親の最上も、あ、テンパイですよ。ここでテンパイが入る町はイスーマン町、ドラを切ってのリーチ。これで数万当たり入るもんな、長瀬さんね、入り方によったらアウトだよね。お、数あんこになったらアウトってことでしょあれ。はい、もう一つあんこができてます。この9万ってことは草場さんがローマを打たなくても中田さんは9万積もってたってことですよね。はい、そうですね、愛の後先と。ちょっと狙いすぎたね、数あんこまで狙ったってことですもんね、はい、3万チーしないわね、チーズ数あんこ。さあここで引いてきたのはウーソー、ここで草場天敗を外しました。うん、最上の町は一数万町、このリャンマンはポンして数万出てしまうか、どうだ、ウーマンが切れるね、あ、そうだね、サブローマン天敗が取れました。鎮逸、草場天敗を外している、はい、これで流局となりました。またしても3人天敗と、いろいろあったねこの曲も、はい、思い出いっぱいの曲となりましたか。西条と凛の、そして中田の3人天敗での流局となりました、はい、うん、まああの凛のさん連目の方じゃないんであれですけど、凛のさんのあの手もね、あの公式ルールでね、ドラを大事にするルールであれば上がってますよね、おそらくね、はい、
あのドラ固定から掃除の下全部払ってみたいな感じで、はい、ドラのチーソーを切った局面での、うん、リャンウピンチーソーとかの街になって多分上がってると思うんですけど、はい、このルールだとねなんかああ行った方が一番上がりへの期待値高そうだしトップ目だしね、はい、ああ打つ方がいいような気はしますよね。3層切り、うん、チーソー切りと、うん、難しいね、はい、非常に難しい判断と、そうですね、なったりの、うん、そして草場の仕掛け、はい、そして中田の陳逸と、うん、中田さんの陳逸は本当に不思議でしたね。はい、あのトン一局のあそこにスワンコにあれだけこだわらなかった人がここは思いっきりこだわりましたからね、はい、重くいきましたね。そして流局となりました京卓が先手の南二局は2本馬となっています、うん、最上の連チャン、はい、ドラは3品チートイに行っても陳逸チートイ上がってましたからね、はいはい、数万短期でしたか。恐ろしいですね、うん、さあ最上は白が統一ドラの3品も1枚ある形、こちらは輪のマズデリアン面が2つ、そして草場ですね、ドラドラの形です。ドラの3品2枚使って上がれば高打点、うん、ただ草場さんもなんかねあのかなり攻撃的だって話を聞いてたんですけど、はい、なんか序盤入りはおとなしいですよね。そうですね、意外とあのスパッと引くケースが多いですもんね。天敗からの、うん、まあそうですね、一回迂回と、はい、なのでやっぱり一回戦目はそれほどねあの強く戦うというよりはやっぱり若干様子見からっていうタイプなんでしょうね。はい、というともう一回戦目から腕振り続けてるのは中田さんぐらいですか今日も腕を振っている中田、うん、今回は初が統一となっています。でまあ腕を振り続けた結果ね、このハンちゃん見て、うん、今日は腕振ってるだけじゃ勝てないなと思えばいろいろねあの戦術を使ってきますからね。引き出しがかなり多いですから ね中田はトーンを重ねた草はここで寒地層のターツ外し、トーンは親が1枚切っている。いやこれマンズ外しあるね、地風のペー、あドラ切った、ドラの3品、あ予想外予想外今日は藤崎さんの予想をことごとく、うん、白を切るかマンズを切るかだと思ったんですけど、ドラ切りだけはそっち想像したかったですね。はい、役本一なども見える形ではありましたが、一メンツ落とすにはまあちょっと時間的にも間に合わないと。うん、ただ中田さんよくアイドクラ落としますよね、マンズの一メンツとかね、はい、強引な本一ありますよね。マンガン狙っていくケースかなり多いですよね、うん、でまあドラ重なったりすれば面本チートリシャンケンですからね。はい、うん、これはトンが2枚切れなんでチートリに行くかトンを切るかしかないんですけど、はい、4と1は大事にしてマンズの形を決めましたか。まあ、トンがない以上天秤はかからないのでどっかで決めなきゃいけないですね、どっちかに、はい、うん、メンツ手の方に決めましたね。はい、統一のトンを外してメンツ手で目いっぱいに構えます。中田さんの欲しい流派を抑えられたってことですか。はい、草場ですね。あただあどっちもションパイでもね、一番に泣かないね、はい、中田さん多分自分でウッパーピン引いてリーチを狙ってる感じじゃないですかね、はい、面前天敗で高立てを狙いたいところですが、リノウピンはつもぎり、草場はどうだ。泣いても先天で高くなる渡りもないもんね、何もね、はい、となると1枚目は打たれても仕掛けずの選択がと思うんですけど、もう3段目に入ってくるとまた変わってくるかな。はい、天敗を取りたいところではありますが、さあそしてリンノもイーシャンテになっている。親番ドラも1枚ある。こちらは白が欲しい。まあ、ここで白が打ち出されて最上仕掛ける、どちらで天敗を取るか。シャンポン待ち、キューピン待ちとキューソー待ち、はい、どっちも切れてないですね、はい、キューピンもちもちだったもんね、セーブ。あ、そうですね。ただキューソーが2枚と思いますね。対してパーソー3枚切れとなっているので、これはまあシャンポン待ちがそうですね、はい、妥当かというところですが、
ただ今の手出しが最終手出し小さだからねあのこの場強で9走の勝敗はよっぽど勝負いく人しか切らないね。はい、親の最上は箱を仕掛けてポン出しが小さ、はい、初がもちもちになってしまった。中田さんが引いてた流派だもんね。はい最後のパースを薄い方から先に引いていましたか、はい、これは取られない、ね、リンノさんションパイの白打ったんだもんね、あの形から、はい、そうです。あ、急走打たれました。打ったのは草場、上がったのは西条と、はい、これで西条は連チャンとなります。白ドライチの上がり、これはちょっとうっかりですかね。はい、2900は3500点、うん、草場さんさほど、あ、いいシャンテンになってたんでしたっけ。はい、一応自身ドラドラではありましたが、あ、そうですね、それだと勝負に行ったってことですね。はい、まあさすがにあのクラスの人この大舞台でうっかりはそうそうないですか。はい最上連チャンとなります、はい、3本馬、これはラス変わりました、またですか。はい、そうですね、3着に浮上しましたね。最上ドラガパーマン、ピサではありますが着順上がってハイパイが 3人大競りになってますね。はい、さあハイパイ悪くなかったですね、うん、注文統一でありました。こちらはリンのなんちゃ、こちらは逆にあれですね、はい、今のリンナさんのあの白切りが意外と不審でしたけど、はい、おそらくあれでしょうね、あのなんかもう膠着状態になってきたので親の人泣いてくださいって意味だったんでしょう、はい、親以外の人泣いてくださいっていう、でまあ親が泣いたらごめんなさいと言いますか、ね、あ、最悪と、はいまあ、そういうことだったんだと思いますけどね。局面を動かしていくような、うん、ちょっと変化を求めた白打ちと、ちょっと自分じゃ流せそうもないから誰か泣いて流してくださいってことだったんだと思いますね。はい、さあ何に局、再び各社連チャンが続いています、はい、何曲の3本馬、最初の親番中、はい、ここで仕掛けが入った、泣いたのは中田です。白をポンして、あ、よく見る見るこれねよく見る見るただチャンタへのチャンタで我慢する手順も残してますね、はい、ピンシャンピン持ってますから、まだ 1,2 とピンズが手の内にあるが、はい、マンズを引いたら、ね、うん、はい、ここで本一に、はい、まあ、この2着争いがだいぶあの近くなったっていうのが大きいでしょうね、はい、なんで別に上がれるならちゃんとでもいいよみたいな、はい、一旦4着に落ちましたが、はい、草場の補充があったので、中田さんらしくない、うわ、あ、ここでトンもポンできた、これで天敗はサブローマンリャンウーマン、はい、1枚切れてる今あんこにしてね、はい、でトンポ、そのタイミングでトンポンしてね、はい、電光石火の上がりとなるか、ハクとトンポンしての転廃、まあ、打点的にはちょっとドラがないんでね、はい、ちょっとあれですけど、ここにローマンが来た、はい、これローマン積もだけは嬉しくないですね、はい、早くも積も上がりとなりました、はい積もって1300、2600、白本一は中田の上がり、三本馬は1600、2900となりました、はい、ここで選手の休憩となります、はい、ちょっと1回戦目からね、はい、長くなってますからね、はい、もう4名が4名自分の親番レンちゃんと展開でしたが、やはり注目は中田の戦い方ですか、うん、中田さんがやっぱり主導権は取ってますよね、はい、まあまあそこはある程度予想できたところなので、はい、まあ、1回戦目からとりあえずあの振り回してくるだろうなっていうのはやっぱりね、あの中田さんはまあ容易に想像できましたからね、はい、もうでも3万積もってよかったよね、あれローマン積もるとがっかりするやつでしょ、ペンちゃんに取れないやつですねローマンだけ天パにしないやつだよね、はい、さあ現状の着順はリンノがトップ目と、うん、なんかあのタイミングでトンポンできた時点でもうほぼ上がりは硬そうだからね、はい、だったら少しでも高い方がいいもんね、4面ちゃんでの待ち配となりましたが、上がって中田がこれで3着まで、あ、2着まで上がりましたか、うん、
トップ銘柄、はい、ここまで草場さんがちょっと戦い方がね、あの、はい、予想してたよりだいぶおとなしいなっていうイメージはありますね。はい、配定妻の1局ぐらいですか、でその後も上がりは、あその後ももう1回上がってますよね、はい、確かね、あそうですね、はい、ただなんかあの戦ってはいないですもんね、めくりっこになった時さっと引くケースが多いので、もうちょっと序盤は戦うのかなっていうイメージあったんですけどね、はい、まあ、今日の作戦はそれでと、うん、まあ作戦なのかスタイルなのかちょっと僕もねよく草場さんの麻雀を何度も見たことあるわけじゃないのでわからないですけど、はい、で西条さんも一応現状ラス目なのかな、はい、ただあの大きいラス目で迎えた親番でね、あの2回連チャンできてますんで、連チャンっていうかね2回上がりできてますんでね、まだ戦える状況になったんじゃないですか。なん3局となりました、はい、親番迎えたのアリーノです。ここまでトップ目で来ています、うん、6戦ほど効いてますよね、はい、ただあのこの戦い方見てるとああいう親で大きいのを上がらせてしまってこの展開に入るとほとんど補充がなさそうですからね、はい、あのタイプ的になかなか追っかけるのは大変になると思いますけどもね、そのポイントを守っての戦い方にも長けていそうな、うん、ピンのドラはローピンです。前も悪くなさそう、はい、そしてシャーチャの中田はこちら、うん、なんで例えばね1回戦目2回戦目とかってもう連勝とかしてしまうと、はい、もう打ち方のタイプからいって誰もターゲットにしないぐらいな感じの雰囲気になる誰もターゲットですね、打ち方ですよね、はい、うん、捕まえづらいと言いますか、そうですね、直撃が取りづらいのでだったら2位争いかなっていう展開になってもおかしくないタイプですよね。ツムリンの親番です、はい、逆にあの中田さんとか草場さんとかは多分ね2連勝とかすると3回戦目もある程度攻撃的に来ても3回で決めちゃおうっていう麻雀打つと思うんでね、はい、その辺はだいぶタイプ違うと思うんで、もうトップトップときて3回戦目に例えば2着とかになってしまえばもう決まりですからね、ほぼね、そのあたりもトーナメントの戦い方になってきますよね、うん、まあ人によってだいぶね性格の違いというか性格の違い、ジャンプの違いや、ジャンプの違いというか、まあジャンプっていうと本当分かりづらいと思うんで、はい、本当性格の違いだと思いますよねそこはね、はい、何が正解っていうのは麻雀なんてないんでね、これがただ絶対正しいっていうことはないので、稼いだポイントをどのように使うかと、うん、使うっていうとちょっと表現が違いますけど、まあでもそうですよね、はい、別にあの決勝戦まで貯金持ち越せるわけじゃないですから、はい、どんだけうまく使えるかがやっぱり技術ですからね、さらに増やすのかそれとも守るのかと、うん、ね、安全圏まで増やしてしまうのか、まあ、だいぶ勝ち濃厚になった時点で守るのかは人によってね、はい、だいぶ違ってくると思いますね。藤崎プロは、僕はあの序盤リードしたらやっぱ勝ち2割までは攻めますね、はいはい、で自分の中でよし勝ったって判断した時点でやめるって感じですかね、はい、もうね、その安全圏の判あのなんて言いますか基準も選手によって違いますね、それは人によって全然違いますね、はい、だからなんか解説とかやっててああまだやるんだっていう受付結構多いですもんね、この人はもっと必要なんだなと、うん、あでまだちょっと危険を感じてるんだなっていうのがねありますから、この WRC ルールだと何ポイント差ぐらいだと最終戦迎えた時に、はい、まあ人によるんでしょうけどね、まあ、うわー天敗取らずのこの感すごいね数万安感、これは天敗取らずとあびっくりした、カンドラが両万でここはシャンポン待ちに変化してカンドラを乗せてのシャンポンリーチ、リャンマンと9万のシャンポン待ちは最上、うん、これちょっとね、リャンマンドラになったんで微妙ですけど、ドラになんだけどリャンマンなんか誰も止まんないですよね、はい、多分ね積もったら3アンコもつく形だって、数万関して手から3万出てきてさらにアンカーは9層も勘できた、これはすごいことになってきたぞ、最上が来た、さらにカンドラが増えるパーソー、これは絶叫ポイントですかこれ数万と急走感している最上、まずはテンパイ取らずの暗感がすごい攻撃的に、これただないですね、
つま上がりはない。ちょっと冷静に言っちゃったけど、はい、いや大事ですよ。さあ、リンノの手にリャンマンが1枚、はい、まあ、中田さんが攻撃的にいけばドラですけど、リャンマンは使いようがないので打つでしょうけど、はい、数万の暗冠が入っています。これただ2つ冠するとやっぱシャンポン待ちが怖くはなるんでね、はい、冠しただけにと、なんかやっぱスワンコっぽく見えますよね、はい、つまりスワンコみたいな手に見えるので、現在は親のリンノの手番です、うん、だからなんていうんですかね、例えばあの数万冠して3万を打ってでリーチじゃないですか、はい、ってことはあの数万冠した時点で2234444って あったってことになるんですよ、はい、リャンマンが当たるケースはね、はい、3個ではそこまでやんないだろうっていうイメージがみんなあると思うんで、はい、そうすると当たると数万個ですよね多分ね、となると高いですよね、うん、当たるとおそらく積も数の形だと判断すると思うので、はい、しかもリャンマンはカンドラと、はい、で中田さんもやめときましたね今回は、ね、はい、現物のイースを切って、うん、でアンパイなくなったらあの2枚持ってるパイとか切りますよ、はい、シャンポンの確率が低いパイとところですか。さあ山には残っていないが、最上のリーチはリャンマンと9万のシャンポン待ち、はい、一番危険なのは9万統一で持ってる草場さんとかが手詰まると危ないです、ね、はい、シャンポン待ちには当たりづらいように見えるが、実際はもちもちとなっている。まだ現物が続いている。さらに馬が来た、しかしなんか、わー出た、あー、このリャンマンで西条上がりとなりました。リーチドラさんから裏ドラ乗るか、裏ドラは乗りませんでした、はい、8000点の上がり、全然予想外ですね、はい、中田が打ち出したリャンマン、ただ いくら数アンコウっぽいと思ってもあれでしょうね、リャンメンの可能性も全然あるから、5枚持ってるパーマンは切りづらかったです、はい、まあ、なので最初に言った通りですよね、リャンマンが当たる形ってどうやどんな形だっていうと言ったから形ですからね、はいはい、うん、あれなんか1回テンパイ取らずとかが入ってない限りは当たりませんので、223444というところに4を4ですからね、それを冠してますから、一度ねテンパイ取らずとかがない限りは当たらないパイではあったので、はい、あえてシャンポンに受け替えての選択最上、うん、ただ痛いね、せっかくいい1326積もったんですけどね、そうですね、これで4着にまた戻ってしまいましたが、まだ上がれば着順アップがある南4局、はい、まあでも面白くなってきたんじゃないですか。そうですね、格上2人が追っかける展開ですね、はい、現在南4局トップメアリンの追いかける西条、そして草場、4着目は中田です。ドラはイーソー、草場の親番、ね、これトータルトップのでいければいいけどね、トータル2位で例えばこのまま行ってね、はい、西条さん後ろから草場さんと中田さんが追っかけてきてますとかってたまんないねまたその攻め型で大先輩の2人ですもん ね、しかもタイトル経験も豊富でね、こんなこういう場面での戦い方にもかなり長けている先輩の、うん、なので西条さんとしても、 もしこのまま2着で終わったとすれば、はい、1回戦目トータルトップまで行きたいですよ、はい、でしょうね、やっぱりね、ターゲットにはなりづらい方といいますか、うん、この2人のターゲット嫌だもんね、はい、さあその大事な南4局、最初かなり勝負手となってきている白と南が統一、統一も、はい、そして林野も、うん、そうなんですよね、マンズと自敗ばかりの手が立ち、白はもちもち、はい、ただ どうなんですかね、西条さん自体はここは無理する曲じゃないと思うんですけどね、マンガンツも届かないですからね、ひとまずもうこの半チャンを終わらせて自分が2着の状態で、ここは意外とね無理する局面じゃないですよね、あれ仕掛けちゃうと跳ね間になんないもんね、はい、そうですね、直撃のみとトップ条件がなってしまうが、ね、あの一番直撃取りづらいタイプの人たちですからねそうですね、さあここでトンからポンしていった、これは2枚目のトン、はい、リンの、ここはもう自身の力で終わらせるか、
草場、ここはローソンの方をつむぎり。ここで西条も動き出す関数ピンからの仕掛け。なんですかね、例えばここで残球とかもしかしたら上がれるかもしれないですけど、まあ漫画とか上がれる可能性もゼロではないですけど、はい、ここで残球とか上がるのと、あのリャオマンのメンツ残しておいてね、はい、あのもし厄介出たらポンして1000点で上がるのとそれほど差があるようには、はい、僕には思えない局面ではあるんですけどね。時間をかけるリスクには見合っていないかなと、うん、ところでしょうか。もちろんもちろんね、万願積もでトップ行くなら狙ってみたい形ですけどね、はい、1着順で1万点の順位点がつきます、うん。リンのさらに仕掛けて、これは天敗、うん、E1 をポンしてリャンワン待ち、本一の天敗です。トンと E1 をポンしています。うん、まあリャンマンはまだ打ち出ましたね。はい、はい、リャンマンで上がってリンの上がって自身のトップを決めました。本一2600点の上がり、はい、これで1回戦が終了となりました。1回戦はトップからリンの2着に西条、3着に草場、そして4着に中田の並びで終了となります。続いては2回戦です。